なんか ところどころ出口はですね、モータープール、あ、駐車場ね、ところどころ木造じゃないのも、あ、木造でもちょっと違うのもあるんですね。これずっと駅まで続くんだ。すごい、結構長いね。こういうおしゃれな基本的にはね、観光客がいても、ね、こういうでもね、変わりましたよね。昔はペナントとかね、北斗とか売ってることが多かったけど、ね、お、なんだろうこれ、マスクしてる別さん、ね、マスクしてる、なんかギリシャ系ですね。ギリシャ系、結構歩いたね、結構歩いたね、長いね。恵比寿商店街、ちょうど商店街の真ん中に恵比寿さんの層がありました。おっと、分岐点だ。これ倉敷一日で回りきれないな思ったけど、うん、この倉敷マンホール木はこっちか、長いぞ、まだあるぞ。もうやめようかな、もう完全にこの辺は耐火構造ですよ。完全に美観地区とは言えない。うん、なんか広場に出ましたね。広場に出た。なんか倉敷市が置いている移動型のトイレがあるね。交差点になってます、駅方面。どっちも駅だ。あ、駅前だね。長いね、アーケードが。こっち駅近しですね、行ってみよう。もう間もなく駅でしょうね。ラーメンうまそう。でもやってない。これはうまそうだわ。倉敷串カツ、大阪でもないの、串カツソース。あ、出た、これ、これ取っていきましょう。これは桃太郎、岡山ですよね。と、串カツは大阪、もうごちゃ混ぜです。これが一番の歓楽街みたいな感じ。ぶっかけうどん歓楽街的な。お、これは名古屋のやつじゃないですか。ね、出た、ね、定食屋さん。ここ出ると駅前ですね。はい、倉敷駅まで来ました。とりあえず一旦終了します。また続けます。